サイゲームス馬娘プリティダービュー。どうもノチュン TV です。馬娘動画やっていきたいと思います。神来た、神来てるよ、神アップで腹こなしに森でもザブズか。心配すんなって、ちゃんとエスコートすっからよ。ちょっと大人な雰囲気なゴルシ、ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、 2.5 周年アニバーサリーキャンペーン第3弾が来ました。こちらやっていきたいと思います。皆さんコメント欄テンション上げていきましょう。そして高評価ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。いやマジで神、マジで神、神なポイントがいっぱいあるんでですね、お付き合いください。でまずですね、 2.5 周年アニバーサリーキャンペーン第3弾ということで、こちらね待望の第3弾なんですけども、まずはですね新アイテム海藻のしおり、こちらが追加されております。こちらはですねサクッといくと、以前のストーリーイベントが、開放できてですね、さらにそこからですね、これで、あのサポカ取れます。サポカ簡単に言うと、まあこれパカライブだったんでね、わざわざずらずら読みませんけど、サポカ取れるんで、これねサポートカード、報酬サポートカード、これ熱いっすね。これが本当欲しかった。というかですね、まあ復帰勢とか、あとはですね新規の人とか、あまあその前にやってなかった人とかね、取れないものがあるっていうのが結構ね大変だったっていうのがあって、それが例えばなんか賢さのブルボンとかね、先手秘書が取れるのが、それ取れなかったとかね、その時やってなかったら取れなかったんで、これめちゃくちゃいいです。ちなみにですが、まあプレゼントボックスに届いてると思いますが、ちょっと見てまいりましょう。でまずですね、使い方というところなんですけども、こっちですね、ストーリーイベントということで、ここで海藻のしおり仕様というのを選ぶとですね、ここから使うことができます。でちなみにこの注意事項としては、全部があるわけではなく、なんかそのね、今までの中で、そこで、期間新しめのはその後々になっていくのかなというところです。今あるのがですね、このスチームパンクイベントですね、ここが一番新しいのかなということです。 VR 対応 RPG 蒸気機関、はい、これですね。でここにはですね、このハイフビア早日で入っていますので、まあこれもですね、今回長距離のね LOH でまあ使っていくのもまあありではあるかもしれません。一応このビップカオパスが早く出すぎると溢れちゃうかもしれないとか、そういう話はあるんですけども、まあどちらにせよですね、今回スタミナかなりいるのでですね、これもいいものでもあります。あとはですね、まあいろいろあってですね、使えるもの結構入っていたりするんでですね、例えばですね、まあ、財布スペちゃんとかね、こういうとこもありますけども、スピードサポカーとか、あと根性のサポカーとかね、いろいろあったりして。で、あとはこれが最初言ってたブルボンなんですけども、結構これは本当に金スキル、先手必勝があったのでですね、以前だとね、かなりね、欲しいという、復刻して欲しいサポカーだったと思います。今は、ガチャさんのブルボンもあるんで、そこで盤石の構えというね、加速取れるんですけども、まあこれもですね、その盤石ない時に代用品としても使いますし、そういうところでですね、復刻してありがたいところです。はい、であとはですね、ここら辺のサポートカードについても解説またしたいと思いますが、次行きましょう。はい、で次ですね、育成シナリオの機能回収ということで、これも神ですね。スキップの高速化設定来ました。でいろいろですねあって、あと BGM も変えれるということで、ちょっとこれゲーム内で見ていきましょう。はい、でこのスキップいつくんねんと思ってたんですけど、早かったっすね。9月中旬って言ってなかったかな、上旬って言ってた。はい、でまずですね、オプションのところからここにスキップの高速化というのが選べるようになっております。これのオンオフを切り替えることで早くできるという感じです。なんで今後はですね、ずっとオンになるのかなというところです。今回ちょっとね比べていきたいと思います。あとスキップ設定ここにあります。はい、ということでまず見ていくと、まずオフの状態こんな感じですよっていうのを見ていきましょう。はあ、はあはあ、はい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 、ハンバーグね。これがオフの状況、結構長めのイベント引いたね。そしてスキップ、高速スキップオン。さあオンにしてよ、どうなる。ちょっとイベント起きたら比較できるが、あーちょっともう一回やろう、ちょっともう一回やろう。ちなみに育成ちょっとどうなってるかわかんないけど、二次周回ですこれ。起きねえぞ、早えのかわかんねえな。
とりあえずもう一回ね。キキン、ここもともと遅いからな。俺なんかこの家、あ、これなら起きる、これなら起きる。お、何、見えなかったぞ高速すぎるはい、ということでですね、育成高速化しております。まあやってれば多分実感すると思うんでですね、これも神アップデートとなっております。ちなみにですが、あとは BGM 設定機能もあります。これなんですが、ここにあってですね、いろいろですね、過去の BGM できます。どれが皆さん好きですか。ちょっとね、視聴していくとこんな感じ。まあ、これは今やってる、あ、ラークですね、グラマス、あー懐かしい、あーグラライ、これか。ウェイクラは、あー、ウェイクラいいね、戦う音楽みたい。あー、ちなみにマジで俺これいい、これマジでURA がいいわ超懐かしい。ウマ娘のさ CM とかでさ、ウマ娘ちゃんを育成しようみたいな感じで、すごいこれほのぼのとできるからな、こういうのもできるようになっております。はい、なんで皆さんね、好きな BGM にやってみてください。いや、ここも神だとは思うわ。高速化が一番神まである。あ、一番は SSR 剣か。はい、ということでね、こちらも来ております。あとはですね、クレーンゲーム来ております。でクレーンゲームのところはちょっとね、サクサクいきたいと思いますが、クレーンゲームまずはですね、どこにあるかというと、ここのフォトの右にあります。でここからクレーンゲームがすることができます。時にはね、休息も必要ですし、意外とクレーンゲーム楽しい、楽しいわ、ちょっとやったんだけど楽しいです。今回コレクションというのが追加されていて、例えばこういう風にね、大きいやつとかね、いろいろ衣装とかもあるんで、これ集めていくのも普通に楽しいです。でそこで息抜きにやってもいいですし、ちなみにですが、クレーンゲームで言いたいところね、そのコレクションもあったり、遊ぶとこもあるんですけども、ちょっと1回だけやるわ。マジで楽しいけどな いや、これもいいアップデートだと思うよ、マジで。はいはい、ビタ押し、ビタビタ付け、エース取っていくはあ、はい。でこういう風にあるんで、まあ全然いつでもできるっていう感じでね、皆さんもやってみてください。いや楽しい、普通に楽しいはい、ちょっと戻りますこれ。はい、そういうことできるんですけども、一応ですね、解説とかするんだったらこういう感じです。ちなみにですが、クレーンゲーム各キャラにそのね、クレーンゲーム中のボイスっていうのがありまして、まあそのね、挑戦するっていうのがあるんですけども、あとはそのキャラの方のね、その星を上げるところとかの画面からボイスっていうのを見れるんですけども、そこでですね、クレーンゲームを操作を一定時間行わないとかで、ね、そういうボイスがあります。なのでそのボイスって多分あんまり回収できてる人いないと思うんですよ。育成中になんか操作を行わないで放置しておくってことないですよね。なんでここら辺を回収できるのがかなりいいかなっていうのが思います。あとゼロ個とかもあったりするんで、そこら辺が取れないボイスがあって、そういうところですね、取りにくいボイスも取れるっていうところ、そこが少し付加情報です。はい、ということでね、キュレンゲームもね、ありがたいところです。はい、で次ですね、ここがやばいです。神、2.5 周年アニバーサリー記念ミッション第3弾ということでですね、ここにですね、ミッションが追加されてまして、ジュエルや 2.5 周年 SSR 引き換え券、引き換え券、引き換えチケット、これ獲得できるということです。やばすぎない？ちょっと見てみましょう。いやー、これ神って言うと思うけどな、ガチテンション上がる。もうテンション上がらずにはいられない。はい、記念ショップとかもあるのか。はい、ここらがもうほんとメインです、メイン。引き換え券だよ、くれるの、ただでいいの。はい、ということで見ていくとこんな感じです。500ジュエルもあるでしょ、まずね。そしてこれが引き換え券。いやー、引き換え券の動画もね、出してますけども、これくれるんだ。いや、マジで熱いやん。毎回頼む。で、課金と合わせたら3枚になったりする。めちゃくちゃなんかいけんじゃね？ちなみにだけど、これカフェも入っているはずだから、3枚ももらえちゃうと、マジで、どれか1個マジ実用的にいける。根性とか賢さ、なんでもいい。スピードでもいいし。ジャンポケとかいけちゃうんじゃないの？はい。すごいです。で、さらにヒントボーン。そしていろいろね、結晶とかも入っているという感じになっております。
二次決勝が一応ないのか金なんだね。いやただしこれがマジで配ってくれるってマジで本当にこれ価値がすごい高いものなんでありがたいところです。マジで神でしょ、マジでこれ神。はい、ここが神と言ってるところです。はい、あとはですね軽く見ていきましょう。ショップラインナップも更新しております。こっちにまあいろいろね入ってると思います。これも見る、まあ見とくか。やっぱねいいところはいいって言わんと、いいところはいいって言わないと。おガチャチケ1000万10万、10万マニー。はいはいはい、ガチャチケは嬉しいよね。はいはいはい、目覚まし時計の目覚まし時計ちなみに目覚ましなんかさスイーツより目覚まし時計欲しいな。はい、そういうふうに思いますが、はいはいはい、あちょっとだけ追加されてるわ、ガチャチケかなメインはね。はい、ありがとうございます。ガチャ回せるんで。はい、であとはですね、まあ、ストーリーキャンペーンとかいろいろやってます。これも解放されるやつね、持ってないやつね、見れるやつとかそういうのがあって、あとはデイリージャレジェンドがね増えるとかです。これもいつものやつでピースとか、いっぱい取れますよっていう感じなんで、あ一応その動画は、あのキャラのおすすめのね星3のやつあげてるんで、ここでデイリーでセーブスカイとかも一応入ってるやつ、これがね取れると思います。え馬娘追加、西のフラワー来とるやん、知らんかった今見た、マジか赤身それだよね、その前回のそのねガチちょっといい、ガチのさキャラの解説の動画出したんだけど、いやそこにさ西のフラワーがいればなってコメントあったんよね。そうよそうよ、はいこれですけども、これが、星さん引き換え券の動画でですね、そこの内容につながるところなんですけども、言ってたんですよ。コメント欄でもねあってね、西のフラワーどうですかって来たらいいなって言ってたんですけども、来てるやん暑い暑いな、はい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 、ちょっとまださ5時からなんだ更新が、だから今ゲーム内で見れないということですけども、西のフラワー暑いです。なんならこれはだから何が言いたいかというと、この星3引き換え券を使わなくてもピースから解放する手がありますよということです。まあ結構ねコツコツにもなりますが、ショップとかで、あのデイリーとかでも買っていってちょっとずつね集めていくという手がありますんで、そこも考慮もありです。いやめちゃくちゃいいものが来てるね。はい、ということでですね、このように神アップデート来ております。神ポイントをおさらいすると、まずはね高速化は神、そして、配布サボカーの今までのイベントのやつね、ちょっと取れるやつ、これも神。ちなみに全部持ってるよって人はさ定鉄にもできるんで、そうすると定鉄ショップも増えてるんで、今マジで熱い。虹の定鉄を取ることも一応できるとか、そういう感じです。であとはですね、まあ、このね引き換え券神オブ神、神オブ神オブ神、ちょっとねまた動画あげるんでよかったら見てくださいということで、のちTVでした。ちょっと神すぎていろいろ喋りたすぎてやばかったけど、よかったらですねまたね、動画参考にしてみてください。ありがとうございました。皆さんもいろいろコメントください。再芸ありがとう、感謝。それではまたお会いしましょう。またな、バイバイ、のちTVでした。